しいか。まあいいか。おはよう。ちょっと早いくらい始めた。口ピョが干渉するんだよね。あ、リッセンちゃんとのコラボ配信は今日の7時からです。夜の。お気をつけてね。ひらぎさん、アヒルありがとうございます。大丈夫かな、恥ずか。なんかリッセンちゃんの アイコンの方がいるけど、大丈夫かな。間違い、誤解を生むようなツイッター書いちゃったかな。まあ。まあちょっとリッセンちゃんはいませんけど。まあ楽しんでってください。楽しんでてください。おはよう。あ、自己紹介してない。今日ね。ちょっとボブに見えない？こうしたら。見えないか。見えないか。おはようございます。AKB48 チーム8チーム42の初子と宇多田初子です。イェイ。イェイ。リップ乗ります。起きて、今10分くらい。起きてすぐやなって。あのね、今日はね、おはよう。1月の TDC ライブ見に行くね。おー、ありがとう。自分どんくらい出るか分からんけどね。今日から手帳新しくしたよ。お初ボブ感ある？やった。50回とかにありがとうございます。まくりだしさん、お花ありがとうございます。パーパー。あのね、じゃちょっと今日の配信、いつも私朝6時半の配信はトゥードゥリストっていう勉強とかのやらなきゃいけないことを書いてるんですよ。だから皆さんも一緒に今日から初バトが始まるので、あの勉強の内容とか書いてみてください。じゃん、見て昨日買った手帳。ちなみに同じのにしたい方がいたら、ちょっとね、番号捨てちゃったから番号わからないけど、あのね、ノルティっていうところの手帳で、長谷桃の誕生日、じゃあ LINE 送るね。朝起きてないだろうな。あ、でも学生だから起きてそう。早めに送った方がいいよね。あのね、12時に本当は送ろうと思ったんだけどね、あのね、あれなんですよ、私19時半にね寝たからね、9時半くらいにはもうね布団入ってたからね。うん、待ってね。じゃあおめでとうメール送ります。あ、本当？おはようとか言った？はつか、誕生日、人の誕生日、マジ最近気づかなくなっちゃって、あの SNS をねずっと見てた頃はまあ今もね見るけど、ずっと見てた時はね結構すぐ気づいてたんだけど、本当に最近あんまずっと見ないようになったから、てかスクリーンコードっていうのをかけてて、 SNS を5時まで見れないんですよ、17時まで。だから平日も休日も、だからね気づかなくなっちゃったんですよね。ウィングヒートちゃんさん、ありがとうございます。え、これ合ってるよね、多分長谷川桃ちゃん。ちょっと待ってね、合ってる。ということでね、手帳買ったんですけど、ぜひ使ってみてください。私はまだ使い始めたばっかなんで、使い勝手はよくわかりません。まあ、私は今日から初バトちゃんが始まったので勉強しなきゃいけませんので、
今日はチャッチャカチャッと、あのまた今日夜にねリセンちゃんとコラボ配信するんですよ。だから雑談系はそちらでねしたいと思うので、今日はチャ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 ッと進めていきたいと思います。スケジュール帳の予定がたくさん埋まったらいいな。そう、初バトはですね、私とファンの皆さんで勉強時間を競おうっていう企画なんですけど、まあ、まだこれ考えて、あのね、昨日ね友達と勉強の帰りにね思いついた企画なのであの正直まだ詰めが甘いところとかがあると思うので、試作なんですけど、お試しなんですけど、あのなんかそう、あの今日から日曜日まで、今週の、うん、今週っていうか来週っていう人もいるかもしれないけど、20日までですね、20日までの全部の勉強時間を合わせた時間が私より多かったらツイッターの投票機能で多いっていう方にするんですよ。で少ないかったら少ないっていう方にして、あの投票の割合がねどっちが多いかっていうので勝敗を決めるっていう感じなんですけど、あの社会人の方であんま勉強する時間ないよって方は、あの労働時間プラス自由時間で、あ、自習時間でいいですよっていうのと、学生の皆さんはあの授業があるので授業の時間プラス休憩時間抜きで授業の時間プラス自習の時間でいいですよっていう、それを1週間最後まで、日曜日まで計算をねしていただいて、私が1週間最後にバーンって今週何時間やりましたみたいなのをツイッターに載せるので、そしたらそれ見て、あ、私多い、あ、少ないって投票していただけたら嬉しいです。20日さんだから20日までってこと、うん、特に考えてはなかったかもたまたま来週からの日曜日が20日だったっていう。ぜひ参加してください。あ、でちなみにですね、あの1時間の私の勉強時間が知りたい方は、あのプライベートメールにだけは送ろうと思うのでプライベートメールを取っていただけると嬉しいです。これを機にちょっとプライベートメールのね宣伝もしつつね、ちゃっかりで、あ、このスケジュール帳ね、いいところがあって、あの高いだけあるっていうか、まあ、大体高いですよ、こんなもんなんだけど、まずこんな感じで1年を見渡せるページがあるんですよ。で1年を見渡した後に、いや、よくあるこういう、ちょっと待って、まだ2月は何も書いてないから2月にしとこう、こういう1ヶ月の予定が書いてあって、でそれで最後の方にこう1日ごとの予定が書けるんですよ。これ良くないですか。私今まで手帳、何の変哲もない手帳に書いてたけど、今度からここに書こうと思います、トゥードゥーリスト。ちなみにね、なんだろう、こう時間も地味に書いた、そうです。みんな頑張ろうね、勉強、まあ、この企画の目的は、まあ、自分が勉強を頑張れてないから、みんなの力でみんなに見張られてる状況で頑張れるかなっていう思い気持ちと、ちょっと自分が頑張りたいなっていう気持ちと、みんなに助けてもらいたいなっていうこの気持ちと、まあ、私とかみたいに、あのなんか勉強しなきゃいけなくて勉強をしているあの方とかと一緒に頑張れたらいいなって思ったのでやってみました。もう本当は毎週とかやりたいけど、ちょっと毎週だとファンのみんなも疲れちゃうから、もう一回今週やってみて考えたいと思います。いろいろ、たくやさん、グーありがとうございます。ワクさん、バラちゃんありがとうございます。マックス、かくしまさん、トゥントゥントゥン、ありがとうございます。そう、そんな感じです。実は学生した方もいて、え、このさ、そう、未来手帳っていうの、これなんかの、なんかね、このノルティっていう手帳にこうね書かれてるこの文がね、でも手帳買ったら入ってると思うんで見てみてください。ちょっと買った方にだけのかもしんないから言わないけど、めちゃめちゃいいこと書いてる。最初捨てようと思ったんですけど、全く見ずにパッて見たら、あ、めちゃめちゃいいこと書いてるやないかいって思いましためちゃめちゃいいこと書いてるやないかい。じゃあトゥードゥーリスト書いていきたいと思います。課題はもう無事終わりそう、多分今日の午前中には終わると思う。留年使い費、そう、留年使い費です。
イエイ。まだ終わってないんで喜べませんけどね。ねえ、よかったよね。ねえ、よかったよね。ですごい他人事。よかったです、よかったです。仕事で毎日ググって調べて、実装は勉強に入るか、自分が勉強っていうかそういうためにやってるなら入れてもいいよ。私がそう、私ね、正直勝てる自信今回ないよねないよね。なんかそんなに私たくさん勉強できない人だからみんなが思ってるほどに。だから安心してください。多分みんなね、普通に働いた時間だけで勝てちゃう気がするんだよね。まあ勝てないように頑張るけどさ、勝てちゃう気がするんだよね。ぜひまだツイッター見てない方はツイッター見て拡散でもしといていただけたら嬉しいです。リセンちゃんとのコラボは7時からです。あ、入れるかってことかな。入れようか迷ってんだよね、ショールームの時間。まあ入れないかな、私は。あの土日にね、お話し会もあるんですけど、お話し会の時間は一応セッティングはしとこうと思います。書いとこうと思います。あの含めつつ、かっこお話し会何時間みたいな書いとこうかなと思ってます、発表するとき。ショールームはいいから、自分が自主的に勝手にやってるもんだし。すんごいパピのいびきが聞こえるんだけど、先生に勉強教えてもらえません。普通に話します。あ、聞こえる、パピのいぶきあ、パピのいぶきって笑ったらちょっと止まったけど、待って、聞こえだした。おはよう。今トゥードリスト、昨日買ったばかりの手帳に書いてる。かっこいいだろ。あー、どうしようかな。6時からこっからメイクをして、メイクして配信するから6時7時にね。今日はすごいすっぴんデイスって感じの顔ですね。まあメイクとかしてないみたいですけど。手帳用のペン買ってないんだよね。そう、アナログ派なの。アナログ派ってか昨日買ったばっかだけど、買った方がいいかな。私メールを最近8通送るのにハマってるんですよ。あの8通だから8通みたいな、前奈々さんと配信した時に8通にしたらみたいな言われて、あの8通難しい、8の8通、8通送ったらっていう風にして、最初20日だから20通は厳しいなと思って言ってた、じゃあ8通でいいんじゃないみたいな話をして、そうそう、え、その後、あ、8通と思って、8つみたいなそう、8つは8つ送るみたいな感じで8つ送り出したんですよ。3日終わったくらいかな、今ちょうど。で、今日入れたら4日目かな、今日で4日目かな。で、初メールっていうのを送ってて、あの8つをね、私学生だからメールを送るのが17時頃くらいからなんですよね、っていうあるんですけど、なんかその17時から送るのに、そう、17時から送るのに
8通送るとしたらちょっとなんかきついところがあって、めちゃめちゃね詰め詰めになっちゃったりするんですよね、最後の方とか。だからちょっともうね最初からねちょっとねちょっと準備しておこうと思って、ちょっとめちょこ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 やってます。ひらぎさん靴下ありがとうございます。靴下たまら靴下履いてない。松熊さんありがとう。あ、ね、聞いてください。最近はずか体重がキューッとずつ減ってきたんです。あ、そんな話はいいんだ。トゥードゥーリスト書こうっていうね。あ、でも書いたよ、もうトゥードゥーリスト書きました。ちょっとあんま見えないと思うけどこんな感じで書けました。まさくまさんありがくま。なにこの金ピカのエースのペアさんありがくま。金ピカくまありがとう。ということでトゥードゥーリスト書いたので、なんかこれさ無地だけどちょっと汚れが目立つね。ショールームの時間と同じ？何が？ぜひメールもこれを機に取ってみてくださいな。最近8通送るように頑張ってるんで取って損はないと思っている。もうちょっと面白いこと書けたらいいんだけどね。夜は7時から配信するのでぜひ見てください。じゃあランキング読むね。平日はねお昼メール送っちゃいけないの私。13位たくやさん、たくやさんありがとうございます。あと今何時？もう46分、いい感じですね。12位たかきアトマークタダン初見たいさん、たかきさんありがとうございます。11位ゾンレのアトマーク AKB のタダさん、ゾンレロンさんありがとうございます。10位ちまさん、ちまさんありがとうございます。ねえ、パチ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 。9位通行人 C さん、通行人 C さんありがとうございます。8位スーアトマークただ初見たいさん、スーさんありがとうございます。7位ジョークスノーさん、ジョークスノーさん、ジョークスノーさんありがとうございます。今週も頑張りましょうね。あ、変わった。13位東京2審さん、12位スーさん、11位ジョークスノーさん言った。10位ラリザアットマーク台湾発かわいい P かわいい P ラリザさんありがとうございます。 B 9位高木さん、8位チュアさん、あ言ったよね、言ったよね、言ったよね、千葉さんにいただきます。7位 S のオンペアさん、 S のオンペアさんありがとうございます。6位マーサクマさん、マーサクマさんありがとうございます。5位ウィンキートチャンさんありがとうございます。ウィンキートチャンちゃん、ウィンキートチャンさん。4位フォークアトマークただ初見たいファンコンブームさん、フォークさんありがとうございます。3位エリオルマルさん、エリオルマルさんありがとうございます。2位ヒイラギさんありがとうございます。1位ドゥルルルパンワクさんありがとうございます。ワクさんありがとうございます。ということで今日の朝6時半からの配信は以上です。みんな見てくれてありがとう。今月撮ってみる、本当にありがとう。勉強も頑張ってね、頑張って。今日の色は、今日の色チャキーングレー。今日の色チャキ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 グレー。ぜひグレーをなんかいいことあるかも。嘘です、わかんないです、あるかも。あなたどうなるって言うの？ちょっと朝なんでちょっと調子悪いですね。今日の勉強時間頑張ります。ちょっとね正直自信はありません。でもみんなに負けないように頑張るぞ。あーじゃあ今日7時からのリッスンちゃんとのコラボ配信は多分メイクしてると思うので、まあ朝との対比でも楽しんでください。え、見てこっち側に見る。からメールで最後に入荷、あれ今来てる、おいいことあるじゃん。じゃあみんなまたね、バイバイ。みんなお仕事勉強主婦活動頑張ってね。バイバイ、さようなら、7時に会いましょうね。